戦前日本の教育、旧制教育機関、旧制高等教育機関、旧制専門学校、旧制専門学校、龍谷大学大宮学者北高、1879年、琉大の前身である大教校の寄宿舎として、築造宗教系救世専門学校では、戦前の日本において、仏教系、キリスト教系など宗教者、宗教団体により設立された。 専門学校について外観する。なお、宗教系専門学校のうちかなりの割合を占める女子専門学校については、当該項目も参照のこと。明治維新後、プロテスタント諸派を中心に欧米から来日したキリスト教宣教師たちは、不教の一環として全国各地に私立学校を設立した。これらのキリスト教系学校は、洋学教育に対する 一般的需要の高まりと、それに比して、観光率の高教育機関の整備が進んでいなかった状況を背景に、女子教育、英語教育を中心に、一般の指定に普通教育を施すことに主眼を置くものであり、1880年代半ばまでの文明開化や、王家主義の風潮に乗って発展した。しかし、王家主義への批判から、国家主義、 保守主義の主張が強まるとこれらの学校は社会的圧迫を受けるようになり、加えて観光立学校がようやく増加してきたことから次第に劣勢に立たされた。一方仏教系学校を見ると、1886年から1888年にかけて各仏教教団の大学林という形で設立が相次いだ。これらの学校は1884年の 共同触廃止で従来の神道、仏教一体の国教化政策が頓挫したことから仏教教団が独自に僧侶職を養成することを目的に設立したものであり、キリスト教系学校に見られるような一般指定への教育という思考は存在しなかった。1899年の私立学校霊交付に付随して出された文部省訓令第12号は、 国家が私立学校の存在を公認するとともに、公認された学校では宗教教育を禁止することを明記しており、キリスト教系学校には大きな打撃となった。これらの学校では文部省の公認を得るため宗教教育を廃止するとミッションからの財政的援助を失うこととなり、反面宗教教育維持のため文部省の公認を失うなら、兵役停止と 上級学校進学の特権を失い、入学者が激減しかねない危機に陥ることが予想されていたからである。この状況に際し、例えば同志者及び立教学院は、見学の精神にこだわらず文部省の公認を受けることを選び、青山学院、明治学院、東北学院などは、文部省の公認にこだわらず宗教教育を維持することを選んだ。これらの学校が、 学院と称するのは、文部省公認の学校ではないということにその橋を発している。しかし現実には、文部省は公認を受けなかった学校から上述の特権を剥奪しなかった。一方、僧侶要請に主眼を置き一般指定への教育という思考を持たなかった仏教系学校は、もともと私立学校令の適用対象外であって、文部省による公認を必要とせず、 したがって宗教教育禁止条項の影響をほとんど受けることはなかった。1903年3月の専門学校令施行に、最指問部長は宗教教育の自粛を特に求めず、このためキリスト教系、仏教系を問わず多くの宗教系学校が専門学校令に依拠する旧制専門学校に昇格した。宗教系専門学校の中には、 専門学校例準拠の前後から大学と解消するものが出てきたが、もちろんこの時点で大学は帝国大学以外には存在しないので、これらはもちろん自称に過ぎず制度上の実態はあくまで専門学校であった。これらの学校が明日ともに大学になるのは1919 19年4月に大学令が施行されて以降のことである。宗教系学校の中で最初に、 大学昇格を果たしたのは1920年、キリスト教系の同志社大学及び神道系の国学院大学であり、ついで翌々年1922年には、仏教系の流国と、大谷、キリスト教系の立教が大学に昇格し、戦前の大学礼の元合計で、仏教系は六校、キリスト教系は四校、神道系は二校に及んだ。仏教系学校の場合、 大学霊准教以前の大学自称時代には、例えば龍国が仏教大学、大谷が新州大屋大学を称するなど、特定宗派名を公明に関することもあったが、大学昇格に伴いこれらの大学はより宗派色の薄いニュートラルな名称に改めることを余儀なくされた。また、神学部や仏教学部など、独立学部を置いて、競技研究を行うことは認められず、 多くの場合文学部の中に設置された神学科、仏教学科、宗教学科がそれらの活動になったは、神学部を設置することもあった。同志社大学のように旧制専門学校を地し、その中に神学部を置いたケースもある。仏教系、キリスト教系学校での宗教教育への規制に対し対照的だったのは神道系大学である。これらの大学では神道は、 国体の彩色であって、非宗教である以上、その教育は宗教教育に相当しないという政府の公式見解から宗教教育への自粛を求められることはなかったのである。戦時体制下、神宮工学館は後期2600年を記念し大学に昇格した。敗戦後の1945年12月、占領軍による改革の中で前期の文部省、 訓令12号は廃止され、宗教系学校における宗教教育が公認され、学校内での祈りや説教が許容されることになった。また1949年の学生改革により、多数の新生私立大学の設立が認められることになった。このような動きの中で、既存の宗教系大学は戦前は認められなかった、神学部、仏教学部を次々に設置し、 また宗教教育を維持していたがために、旧正大学への昇格を阻まれていた。専門学校のほとんども、新正大学への昇格を果たした。以下、大学例による、旧正大学に昇格したものを示す。公明は、設立時の名称で括弧内は設立した、宗派、設立年月と後ろ身の新正大学を示す。浄土新集計、浄土集計、日蓮集計、全集計、天台集、 新言集計その他、プロテスタント系カトリック系戦術の通り、新党系学校は、制度上、宗教学校とはみなされてはおらず、その点で、ここまで述べてきたようなキリスト教系、仏教系とは、性格が異なる。公明は原則として神聖に移行する直前の名称であり、括弧内は設立した、宗派、専門学校令順拠の年月及び、 更新の新生大学、丹大、各種学校を示す、浄土新集計浄土集計全集計天来集、新言集計改革派協会、長老派協会系メソジスト派系バプテスト派系、英国国協会系組合協会派系、合同協会派系ルター派系長教派担当書、論文辞典、ありがとうございます。